こんにちは。こんにちは。今回は、はい、うちにあるこの心拍なんですけど、はい、ある程度もう完成というか形ができているような木ですね、はい、近い枝もよくできてますし、うん、幹の動きがあるっていう木です、はい、より心拍らしい姿にするっていうと、これを今度はまあシャリを入れてあげて、あげるとより心拍らしい姿になってくるかなというふうに思いますので、それをちょっと今回やって、まあ、よりこの木がより良くなるような、そういうような作業をやってみたいかなというふうに思います。じゃあある程度出来上がった木をちょっと作業してよく、より良くするっていう、はい、ことです、はい、まずは、まあ、ちょっとこの幹を磨いてあげて、はい、でシャリをつけていきます。まあ、ある程度ちょっとこの時期の作業としてハスカシをやってあげると、うん、この木が良くなると思いますので、ハスカシもやってあげて、まあ、見えるようにしてあげたいなというふうに思います。ちょっと先になんですけど、うん、今の時期ちょうど心拍は、はい、まあ、戸屋に入るっていう言い方するんですけど、はい、こういう黄色い葉っぱが出てきます。でこの黄色い葉っぱっていうのは中の方のですね、去年の葉っぱとか一昨年の葉っぱっていうのが、まあ、植物自身が判断して、まあ、いらないよねっていうことで、はい、黄色く落とすんですね、うん、でこれは枯れたわけじゃなくて、まあ、植物が新陳代謝の上で、まあ、行う生理現象のようなものですね、うん、なので、最初に盆栽を、まあ、心拍買われた方で黄色くなっちゃったんですけどとかっていう方がすごく多くいらっしゃるんですね、はいはい、この戸屋にかかっている状態は逆に言うと健康な証拠というか、うん、植物が反応してますので、これは全然逆にいい状態だと思ってください。で戸屋に入るっていう見分け方はですね、もう単純に、新芽がぐっと伸びてたりとか緑の部分が多くある中に黄色い葉っぱが出てくることですね、うん、こういうのは内側で若干、まあ、蒸れそうな部分が黄色くなってるっていう状態ですね。で逆に言うとですね、この戸屋にかかるのもこれを全体にぶわーってこんもりさせておくと中の方が蒸れたってして、よりその戸屋にかかる本数が多くなっちゃったりしますね。なのでそのために今の時期、まあ、夏前、まあ、春先からですけどもハスカシっていうのを行ってあげて、大事な枝が黄色くならないようにっていうのをやってあげることが、まあ、最善策かなというふうに思いますね、はい、まあ、ハスカシといってもですね、いろんなやり方はあるんですけども、私的にはこういう枝がありますね、はい、この中にですね、ここの枝は茶色いんですよ、うん、枝になってるとこと、そう、まあ、葉っぱのところ僕は若干こういうのは取っちゃいます。緑のやつ、はい、そうするとこういうふうに、まあ、玉ころになるというか、うん、こういうやつもですね、緑のやつとか、はい、まあ、ハスカシなのでスカスっていうのをイメージしてあげて、まあ、葉っぱの量を減らすっていうイメージですよね。こういうのも例えばここ2本茶色いのがありますね、はい、横に Y の字になってるけど、ここの間に緑の葉っぱっぽいのがあるので、まあ、こういうのを取ってあげたりとか、そうするとこういうふうに分かりますよね、はい。このハスカシなんですけど、棚を作るときにこんもりこんもりさせたいんですね、こういうふうに。それでこういうふうにハスカシをすると間延びするっていう考え方もあるんですけど、こういう内側から出た葉っぱとか枝を使って、立て替えしてあげるんですね。そうすることによって、例えばこれで言うと一番長いのはここの枝になるんで、これを切ってあげると、まあ、また縮まるし、そういうのを繰り返していってこの形と大きさを維持するっていうような、だから緑の枝、ね、だからとか枝の間から出てるから全部切っちゃうと立て替えができなくなっちゃう。そうですね、なるべくこう内側から出てるような枝っていうのは残してあげる方がこの大きさの心拍に関してはいいかなというふうに思います、ね、なるほど。これだと残す場合もある、ある。で逆に言うと、少し大きい心拍になった時に、まあ、それを残しすぎると今度はどんどん内側から枯れていくっていう場合もあるんで、その辺はバランスなんですけど、このぐらいの木出すと、まあ、間延びしちゃうともうどうしても、大味な木になってきちゃうので、まあ、なるべく内側からこう出てきたようなやつは残してあげる。逆に言うと先端の
密になっているようなのは若干透かしてあげるとこの内側が枯れずに済むので、そのための葉透かしっていうような感じですかね。枝が長くなってきたなって思った時に、じゃ先端の部分を枝を切って内側の芽を残す、そうそうみたいなことですね。そうそう、それはまあ俗に言う立て替えっていうことですけど、今ここにちょっとピョッと飛び出したような葉っぱがあります、はい、これは新柏でいうと新芽で、この先に成長点がありますので、うん、ぐっと伸びるんですね、この上にぐっと、はい、そのまま伸びていくので、まあ、枝も太りますし距離が長くなっちゃうっていうのがあります、うん、でこういう新芽の場合ですと、この木の場合はもう完成しているような木なんですね、形が、うん、だからこういう芽はもう摘んであげた方がいいですね。で摘んであげると周りの細かい葉っぱに栄養が今度は行って全体的にまあ葉っぱも伸びてくるっていうことがあります、はい、で逆に言うとこれから木を大きくしたりとか、まあ、元気をつけさせたいっていう木の場合は逆にこういう新芽のところを伸ばしてあげるといいかもしれません。新芽を切らずに伸ばしておくと枝がすごく、まあ、走るって言い方するんですけど、ぐ、はい、ーっとそのまま成長点が切れないので伸びていくんですね、うん、そうすると距離が長ければ長くなるほど枝も太くなるので、枝としてしっかりして、まあ、ある程度形に見合った枝にするにはそうやって伸ばした方がいいのかなというふうに思うんですけど、この木の場合は逆に形がもうできちゃってるのでこれ以上伸ばしたくないんですよ。いや、そこにちょっと違いがあるかなって考え方の、うん、このままの形を維持したい木なのか、これよりもっと大きくしたりとか枝を充実させたいっていう木なのか、それによって新芽の伸ばし具合っていうのは変わるかもしれない。でこの芽摘みをすることで木の大きさをコントロールするってことですね。そうですね、あと枝の大きさとか長さとか、差し枝だけもうちょっと強くしたいときはだそこだけ伸ばすとか、伸ばす、はい、とかね。これがどういう木だからこういう木にしたいっていうのを考えながらやってあげるといいかもしれない。まあ、最初に戻りますけど、この木はある程度もできたような木、形ができているのでこの以上もう大きくしたくないわけですね。なので芽摘みをしてあげて大きさをコントロールしてあげるっていうのが必要になるかなと思います。はい、じゃあハスカシと芽摘みを、はい、全部に行っていきます。はい、はい、こんな感じで、はい、透かしました。ある程度透けたかなと思いますけど、まあ、人によってはもう少しやる人もいて、もっとがっつりやってあげる人もいるんですけど、まあ、これ一応売り物なので、ある程度残してきました。はい。はい、次の作業ですけど、今度はこれにシャリつけていきたいんですね。なので先にちょっと幹を掃除してあげて削りやすくしますね、うん、皮が残った状態で削るってのはなかなか難しくて、やっぱり一番下の層、茶色い層を見せてあげる方が繊維がね、なんとなくわかるんですよ、うん、こういう風に動いてるなっていうのが。なのでとりあえず一回この皮を全部きれいにしてあげたいなというふうに思います。はい、この皮を剥ぐときは、まあ、彫刻刀でも何でもいいんですけど、うん、まあ、イメージとしては抜く感じ、削るじゃなくて彫刻刀でやった方がいいんですか、なんかブラシで、あ、ブラシでやるんですけど、粗いのは俺最初にやっちゃうな、こうやって。これでこうやってやってもいいし、これ真鍮のブラシ、はい、磨き終わり、はい、見ましたので、はい、ここからシャリをつけていきますけども、はい、ちょっとこの辺に苔あるんでこれを取ってあげて、立ち上がりからちょっと見ていきたいと思います。でこの木の場合だと今のところ右長ですね、うん、こういう風に差し枝があって返ってるような木になりますね、まあ、作り方っていろいろあると思うんです。逆になんかこの辺を切ってあげて返してあげるような木でも、うん、まあ、できると思うんです。そうですね、その方がコンパクトな木になると、うん、まあ、より新柏らしいというか、まあ、これがあると幅張りがあるので、うん、どっしりとした印象になりますけど、これがないと、まあ、それはそれで新柏らしくて、うん、まあ、枝に近いような木になると思いますね、まあ、どっちでもいいとは思うんですけど、
今回はこれちょっと残したままやっていこうと思います、はい、シャリの付け方なんですけど、はい、シャリっていうのは外側にシャリを付けたいわけですね。っていうのは風がこの木の場合は左の方から流れてますね、はい、こういうふうに吹きさらすわけですけども、雨風がこのこっち側の幹に当たって幹が削られるので外側にシャリが来るっていうのが理想なんです、はい、で、かえってこの内側は守られてるので、うん、水水が残るっていう考え方なんです、はい、で、そこで考えないといけないのは心拍っていうのはなるべく板シャリっていうのをつけたいんです、うん、細くて先の尖ったようなシャリですね、はい、で、それを外側につけてあげたいので両サイドを広げたいんです、幅を、はい、なので中心部分を削ってあげます、うん、そうすると横の両サイドが広がっていくので、うん、おのずと幅が広くなる。で、ある程度広くなった際に片方だけ削ってあげる、はい、そうすると内側に水水が残るっていう考え方なので、うん、前回もやりましたけども、これも同じように中心部分を削ってあげて、はい、で、まあ、両サイドやってあげようかなと思います、今回は、はい、後々一方向に一つだけ残してあげると痛み気ができるよっていう、そういう状態に持っていきたいと思います。終わりました、はい、なのでなんとなくの目印としては内側のこの部分、ここから入ってぐーっと、うん、まあ行けばここのシャリにぶつかるのかなとか、まあこの上にも行けるならこうやって行っちゃいたいなとか、そういうのを考えてます。で、反対側は、まあ、それと真反対につけてあげたいので、この辺かなから入ってぐーっとこの辺まで行ければいいかなと。で、若干水水っていうのは枝にかかっても反対側とかある一部分が、まあ、水水が通ってればあんまり枯れないんですよ。なので、まあ、ちょっと今回は両サイドやってみていこうかなと思います、はい、じゃあまず表の部分から削っていきます。で、これ以上いかないでほしいので下からまずは削っていきます。今見えてる白い部分っていうのは形成層になりますね。で、ある程度の深さまでいったらピリッと引いてあげるとこの水水の動きの通りに今の時期だと引っ張れますので、ここからピンセット使ってやりますけど、ピリッと、これが、まあ、天然の幹の動きになりますね、うん、この通りにつけてあげるとより自然っていう動き方ですね。だから素材買うときはやっぱ木が粘点してる方がいいね。なるべく動いてる方がいいです ね。今ここも削ったんですけど自然とこういう屈折したような動きをしました。この通りに削ってあげるとより周りの枝にも影響せず木も自然に見えますね。こういう風にで、まあ、若干両サイドから広げていってあげるといいかなと思います。こういうふうに、この時期は皮が剥きやすいですね。すい、はい、これ以上いってほしくないので一回ここで切っちゃいます、まあ、これ以上いってほしくない理由っていうのは、まあこの辺の、ね、葉っぱが集中してるので影響してほしくないので一回ここで切っちゃうっていうことですね。で、あとは白いところもきれいに削ってあげるといいですね。内側にえぐるように。今巻きやすくなっちゃうからってことかな。そうですね、結構ね変に太るんですよ。できましたね。できましたね。これが入るだけだいぶ心拍らしくなると思いますよ、うん、結構太めですね。そうですね、うん、あのしっかりここまで水水も、枝もしっかりしてるので、はい、これぐらい削って大丈夫かなと思います。分かりました。で、今度は逆側にちょうど真反対に入れてあげたいと思います、うん、それでも2本をゆくゆくはつなげるわけじゃないですか。1本削ってね、全部1本にするわけでしょ、うん、2本、うん、結構大きいシャリができるんですよ。できる、うん、そうするとね、いい気になると思います。いい気になるね。この辺で決め打ちでいっちゃう、うん、でもさっき言った入ってくるように挿し枝とか切って作ることもできる、うん、って言ってたじゃない、うん、でそうする場合はその水水の位置を変えることもできる。で、逆に言うとこうするんであれば、まあでもどうだろうな、
こっち側にすることもできるけど、うん、だから板シャリってこれでいう肘の部分にこう来るのがいいんですよ。こう湾曲の外に来るのが。なるほど。だからそれで言うと、まあ、こっち側にその湾曲を作るか、ここに作るか、逆にここに作るかでまた変わってくるかもしれない。そうですね。だから捻転ってすごく大事なんですよ。ねじれてるって。これって回転はしてないんですよ。捻転というかその捻転曲がってはいるけど回転は捻転はしてないっていう。だから全然わかんなかった。回転はね欲しいんですよね。だから木はねじれてる方がいい。ねじれてる方がいい。2本目のはいシャリが、シャリができました、はい、こんな感じですね、うん、で一応まあ両サイドとも下にはいかないようにここに止めてます、はい、そしてあげないとここがだんだん腐っていっちゃうので、これは山木でも何でもないただのね挿し木からの木なので、肉質はやっぱり大味っていうか柔らかいので下までやっちゃうとどん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 ふかふかになっちゃうんですよ、はい、なので、まあ、ここで止めてあげるのがベストかなと。これがだいたい落ち着くのが3週間とか1ヶ月とか、うん、そうするとだんだん落ち着いてきて、今の時期だとすごいスピードで肉巻きしていきますね。なので、まあ、それぐらいのタイミングで石灰溶合剤を塗ってあげると白くなっていいかなと思います、はい、でこの先の展望ですけど、この木を模様切れ作りたいのであれば、こういう下枝もう少し針金かけて、うん、ガッチリとした印象で作っていく。でもう一個は、さっき言ったようにこのぐらいのでもう全部落としちゃう。そうすると左に返ったような木になって、まあ、それはそれで新柏らしい姿、うん、まあ、幹と枝が近いようなそういうような木になってくるんで、どちらでもいいのかなと思います。木が大きく見えるのはこっちですよ、ね、あ、木が大きく見えるっていうのは木が大きく見える。大木感は見えるのがこっちかな。まあよりオーソドックスな形っていうのはこっちの模様入りなのかな、うん、まあ、どちらでもこの木は面白いと思いますので、いい素材じゃないかなと思います。でこれが味が今度は出てくるので、またさっきの印象とはまた別になると思います。それがその盆栽をいじるっていう楽しさになるので、はい、ぜひこういう素材を見つけたら、うん、一工夫なんですけど、やってあげるとより価値を高めることができますので、なるほど、ぜひやってみるといいかなというふうに思います。はい、水水をここからまた削る、うん、シャリを1本にするのは2年ぐらい、まあそのどのぐらいの大きさか、うん、で自分がどれぐらいがいいかっていうのを考えて、このぐらいでいいかなっていうタイミングで切ってもらえばいいかな、切っていうか削ってもらえばいいかなと思います。だから水水を大きくさせて、うん、シャリを大きくするために。そうですね、そうですね、はい、この動画がよろしく良かったと思ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。はい、あの本当に簡単な作業でだいぶこの盆栽の価値っていうのを高めることができますので、うん、ぜひやってみると面白いかなと思います。はい、はい、ありがとうございました。こういう形でできましたけど、うん、まあ、こういう素材を買うときですね、まあ、買ったらこういうのやってもらえばいいんですけど、買うときのポイントとしては、はい、まずは、まあ、幹が動いてることですよね、うん、なるべく不規則に動いてるっていうのがいいので、このなんかもただ削っただけでもこういう動きが出てます、はい、ということは針金かけて不規則に前の人が動かしたからこういう形になってるんですね、うん、なのでまずはいかに不規則に動いてるか、はい、ただの螺旋じゃなくて、こういうような面白い模様があるやつを選んでもらえると、シャリを削った時に良くなるんじゃないかなというふうに思います、うん、であとはこの、まあ、破傷ですよね、うん、この破傷はもう詰まったいい破傷、糸魚川の詰まったような破傷になるので、小さい盆栽を作る時はこういう詰まったような破傷のものを選ぶといいかもしれないですね。まあ、物の大きさによって破傷っていうのは変えればいいと思いますので、効ければ多少長くてもいいのかなと思いますし、うん、逆に言うとなんか今の種類だとね、衣替えで、こういうのを大きいのに継ぐっていう場合もあるんですけど、なんとなく僕ちょっと不自然っちゃ不自然だよなとか思っちゃったりするところもあるので、うんうん、物の大きさに合わせた箸を選ぶといいのかなというふうに思いますけども、でも大体、ね、大きい余っ気にこういう箸の目力だとってことか。ちょっと俺は衣替えってすぐ分かるし、分かるね、なんか、うん、
まあ、衣替えも僕はいいと思うんですけど、衣替えするにしても詰まりすぎもどうなのかなとか思っちゃったりする時もある、うん、ただこのね盆栽木を見てる方って大体大きさは皆さんこれぐらいをやると思うので、うん、でそういう場合ですと、まあ、本当の本性じゃなくてこういうような、まあ、いっぱい入るようなそういう短い糸魚川のやつを選んでもらえるといいかなというふうに思いますね、うん、ただこの糸魚川のこういう消耗ですね、ずっとどん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 伸ばしておくと枝がどんどん太りやすくなってくるので、うん、ある程度曲げるとか枝を落とすとかっていうのはやりにくくなる場合もあるので、しっかりハス化しっていうのは重要かなと。蒸れる時期の前にやるって感じですね、はい、そうすると枝枯れを防ぐことができるので、まあどうしても枝枯れって絶対出るんですけど、少なく抑えることができますので、ぜひ、大事な枝が飛んじゃうとねもうどうしようもないので、うん、やってあげればより元気になっていくんじゃないかなと思います。なるほど、はい、ポイントとしては動いてる木を買う、はい、でなるべく発祥のいい木を買う、うん、であとは、まあ、自分がかっこいいと思ったやつを買えばいいのかなと思うので。なるほど、はい、あとはですね、盆栽やるんであれば盆栽球ずっと、ね、見ていただいて、まあ、それはそれとして、はい、いい盆栽をいろいろ見た方がいいかもしれないですね。大宮だったら大宮の、ね、盆栽村にはいいものもいっぱいありますし、盆栽美術館ってところにもいい盆栽っていっぱいありますし、あとは近くの展示会があったらそういうところに足運んでいただいて、まずは直感で自分がこの木がかっこいいなとかそういうのをなんだろうな感じ取ってもらえると、あの木に近づけたいっていうふうに、まあ、思考になっていきますので、そうするとこの木はあの木に似てるな、じゃあこういうふうに作れるなとかそういう発想にもなっていくので、うん、まずは、足を運んでいただいて、いい盆栽をいっぱい見てもらう、でやり方とかも盆栽球で見てもらえると、いい木できていくんじゃないかなと思いますので、いい木を作ろうと思ってもね、いい木を知らないと作れないので、はい、はい、そういうところを考えながら盆栽を購入していただいて、作業をしていただくといいかなというふうに思います。はい、はい、このカンタの盆栽教室みたいな前回の動画もそうだけど、いいですか。うん、いいと思う。前回の動画をこれは私のバイブルですみたいなことをコメント来てた気がする。 ありがとうございます、はい、分かりやすいし、なんかいいと思います。なんかね、主観的な部分も入ってますね。うん、大事ですよね。ご要望があればこんなの教えてほしい、教えられれば教えます。はい、まあ、それぞれ得意な分野がありますか。これでこの解説でいいのであれば、うん、やりますので、はい、はい、ということです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。